の、ルンルンどうも、シホルンでーす。はーい。今回はですね、11月末ということで、11月のお気に入り紹介をやっていこうと思います。イエイ！今月もやってまいりました、お気に入り紹介。今月はね、こう服とか、あとまあコスメとかあるのでご紹介していきます。そしてこれも忘れていません。11月の貯金額発表でございます。田舎娘上京します企画はね、まあ、これは永遠に上京するまで続くわけなんですが、今回も貯金額一体何円になっているんでしょうか。それでは始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。おうおうおう。本当にさ、あの顔痩せしたいんですよ。だけどなかなかそんな顔痩せとかしてくれなくって、あの本当にあの辛いなー。じゃあ最初にコスメから紹介していこうと思います。まず一つ目に、せーの、じゃじゃーん。これはね、まあ、動画でも何回か紹介した気がするんですけど、イニスフリーのビビットコットンインクティントたちでございます。これはマットリップって感じなんですけど、私最近ずっとこれ使ってて本当におすすめだなって思いました。この中でほんまに一番の推しがいて、それが、イニスフリーのビビットコットンインクティント8番でございます。ちょっと今はね、8番と多分14番かなを混ぜてるんですけど、本当にこの8番がそんな、なんだろう、すごい何にでも似合うんですよ。はい、すごい大人っぽいというか、派手って感じの色じゃなくって、すごい落ち着いた感じの赤というか、すごい大人っぽいので、マジでおすすめだなって思いました。これぜひ皆さんも使ってみてください。8番です。私同じ種類のリップを何個も買って、こうブワーって並べるみたいなのをやってみたいんですね。ちょっと私の夢なんですけど、すごい安いのでそういう夢もね叶えやすいなって思ったし、しかもリップもすごい質がいいので本当にこれはおすすめです。みんなも買ってみてね。そしたら次に、せーの、こちら、このお洋服です。もうこれはね、ユニバに着ていって、またそれ以来一回もね外には着ていってないんですけど、ユニバとかそういうテーマパークならちょっと着れるかもしれないけど、ちょっとね普段からこういう服は私ちょっと着れないかなって思いました。わかんないけど、田舎ではちょっと浮きますね。はい、田舎ではさすがにこの服はちょっと浮いちゃうんですけど、本当に可愛くてお気に入りです。これなんかアイドルになった気分じゃない。はい、やってそう。うん、こんな感じで、すごいこれはお気に入りです。なんなら今もっと安くなってて、多分1300円ぐらいで売ってるんですよ。この季節もね、多分中にヒートテックとかあったかいものを着込めば、多分これだけでも多分出れると思うから、出れないかもしれないけど、あのすっごいおすすめですから、皆さんもグレイル買ってみてください。じゃあ次に、じゃあお洋服と着たらお洋服いきますかね。次に、せーの、じゃじゃーん。あー、すごい、ごめんなさいごめんなさい。やっぱりね、洗濯した後っていい匂いですよね。うん、こちら GU のパジャマでございます。わー、これ本当にあったかくって、なんなら汗かいちゃうぐらい本当にあったかいんですよ。本当におすすめです。今日あのストーブの前で寒いなと思いながらチキンラーメンを食べてたんですね。もうあったかいあったかい。そしたら弟のマナトくんが無言で私にこれを持ってきてくれたんですよ。もう優しい、キュンってなって、改めて弟ってちょっと反抗期でうざい時もあるけどいいなって思いました。今中学3年生でちょっとそろそろね受験なんですけど、あの永遠にゲームしてて、ちょっと本当に早く勉強させたいんですけど、なかなかね勉強してくれなくてすごい焦っております。果たして高校入学できるのかなってぐらいね、ほんと頭悪いんですけれども、入学できますようにと皆さんも願っておいてください。これは2499円ぐらいで、本当になんかさ、ジュラピケとかに普通にありそうなのに安いじゃないですか。もうやけんいいなって思います。お気に入りです。そして次に、せーの、じゃじゃーん。これ、ね、昨日買ったばっかりで、これ着て外出たことないんですけど、このなんだろう、上着です。これは昨日イオンとかでこうお洋服屋さんいろいろ見て回ってたんですよね。でもまあお母さんが好きなお洋服屋さんがあって、もうそこ見てたら、え、かわいいと思って、これめっちゃかわいいじゃないですか、かわいいとか言って値段見てたんですよね。そしたら4990円のなんと 70% オフになってて、えって思うじゃん。でこれはやばいってなって、お母さんがねちょっと安いから買ってくれました。本当にかわいいなって思います。結構短めの丈なんですけれども、あの本当にこれかわいいなって思って、はい、お気に入りです。え、すごくない？1700円だったんですよ。これありえんと思って、本当にマジでやばい。本当にかわいい。これおしゃれな女の子になった気分。はい、こんな感じです。これめっちゃお気に入りなのに、これつけてやればよかった。こちら、ちょっと今月ユニバ行ったんですけど、本当にこれお気に入り、マジでかわいい。私あのユニバとかディズニーとかそういう感じのカチューシャをつけてライブしたりとか、 YouTube 撮ったりとか自撮りしたりとか、そういうのが多いんですけど、もう本当にあのレパートリーがまた増えてすっごい嬉しいです。もう本当にこのティム可愛い。皆さんもこれ
ディズニー、ディズニーじゃない、皆さんもユニバ行った時 お揃いにしてください。これマジで可愛い、キラキラティム。なんかピンクと茶色があるんですけど、個人的にはピンクが女の子らしくて可愛いかなって思います。ぜひ皆さんも買ってみてください。そしたら次に、せーの、じゃじゃーん、指輪です。指輪にね、ちょっと最近ハマっております。なんか指輪つけたらすごい大人っぽいなっていうことに気づきまして、はい、つけております。ぜひ皆さんもあの指輪買ってみてください。私はルピスで買いました。1つ130円とか、高くて210円とかだった気がするけど、本当にあのルピスって安くて可愛いアクセサリーがいっぱい売ってるので、皆さんも買ってみてください。うう。そしたら次に、せーの、タタタ、マフラー。本当にこれはマフラーっていいなって思いました。ちょっと私、高1と高2はマフラーつけることなかったんですよ。だけど、マジで制服でマフラーアプリを撮った時に思った。マフラーって天才って思った。本当にマフラーマジでつけただけで女の子って感じになれるので、ぜひ皆さんもマフラーつけてみてください。色で迷ったら多分白とかが無難かなって思います。はい。でもね、これ、制服にすっごいこの糸がつくんですよ。このふさふさな糸が。糸じゃない、なんだろうこれ、綿みたいな。本当にやめてほしい。ちょっとちっちゃいコロコロとか買おうかなって思ってるぐらい本当に制服につくので、それはちょっと皆さん気をつけていかないといけないなって思いました。そしてラストになります。せーの、じゃじゃーん、こちら。え、同じような靴グレイルでも買ってなかったって思ったそこの君、あれすっごい厚底なんですよ。ユニバにね、この服で行こうと思った時に、絶対あの厚底似合うじゃんって思ったんですよ。まあ最初はあれで行こうとしたんですけど、あれすっごい靴ずれするんですよ。で、しかも厚底でユニバなんか行ったら、もうほんまに帰り道とか絶対帰れないじゃん、重くて足が。もう絶対足死ぬと思って、厚底がないちょっとブーツも欲しいなと思って、大阪行く前日に、これがね、めっちゃ安くなってたんですよ。なんかすっごい安くって。だからちょっとこれをね、買いました。前だったかな、ほんまに2000円ぐらいで売ってて、マジでこれは安いと思って。はい、買いました。イエーイ。結構ね、厚さはないんですけど、なんかこういうハイカットっていうかな、この丈の靴すごい最近ハマってるので、はい、嬉しかったね。でもただね、安いのってね、本当にすぐ壊れたりするから、それは気をつけないといけないですね。大事に物は扱っていきましょう。というわけで、こんな感じで私の11月のお気に入り紹介は以上になります。というわけで、最後までご視聴いただき、皆さん忘れていました、私の貯金額発表のことを。あの、実は先月確か600円だったんですね、貯金額が。もうこれは本当に田舎娘上京します企画のこの田舎娘として、本当にお前やる気あるのかっていう、まあ、ご指摘のコメントをいくつかいただきました。まあ、確かに600円ってほんまにやる気あんのって感じですよね。マジでわかります。本当に私は動画投稿を頑張ります、貯金100万円します、チャンネル登録者10万人いきます、そしたら上京しますっていう、そういうルールを決めて始めたのにもかかわらず、100万円貯金とか言いながら1ヶ月に600円貯金って、はアホかお前、100万円生かせる気あるかって感じなんですよね。まあ本当にそれは思いました。だから私はすごい反省しました。私今高校生だし、高校生って期間って今しかないし、楽しみたいっていう気持ちはもちろんあるけど、その上京するために、自分の将来のためにも今踏ん張る時だったと私は思ったんですね。うん、だからちょっと今回は、今月はちょっと頑張りました。でも来月はちょっと今月よりちょっとお給料少ないから、ちょっと次の貯金はちょっと少ないかもしれないんですけど、ちょっと今月は頑張りました。ごめんなさい、ちょっと来月少なかった時の保険みたいなこと今言ったんですけど、本当ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと来月も頑張りますので全力で。今までその自分のお財布の中に入ってるお金が余ったらこの中に貯金しようみたいな感じだったんですよ。やからその100円玉とか、たまに1000円札とか、そんな感じだったんですね。まあそりゃたまらんなと私は思いました。だからそのお給料が入った時点で下ろして、もうそのまま封筒の中に入れて、引き出しの中に封印してました。もう使わないように、そう、お金とか下ろして使っちゃったりするので、私1ヶ月私の引き出しの中で熟したお金です。はい、それでは発表していきます。せーの、今月は2万円でございます。え、私にしてはちょっと頑張ったと思います。多分この2万円あったら、多分私は今頃遊びほうけて、コスメを買って、服を多分買いまくってたと思います。待ってよ。先月の貯金額何円だったっけな？ちょっと調べますね。99万5300円。あと97万5300円ですね。それでもまだまだやん。97万って。やばいって。本当に上京できるのか私は。あと97万円も。
やばい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 、そろそろガチでこれは頑張らないといけないと思います。銀行とかにね入れたとしても絶対使っちゃうので、私この貯金箱の中にもう封印しておきます。もう出せないのでこれは。はい、それでは1万円まず入れます。本当に入ってくれ、頼む。入りました。そしたらもう1万円も入れます。これは証明になるので、はい、入りました。というわけでこんな感じで私はあと97万5300円頑張ろうと思います。やばいよ私、やばいよ私、本当に97万5000円頑張ります。というわけで皆さん、私はまだまだなんですけれども、状況はね本当に成功させますので応援よろしくお願いします。先月のお気に入り紹介にコメントをくださった方、本当にありがとうございました。本当に火がつきました。ありがとうございます。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。